こんにちは。やっとこの時が来ました。私は父の仇を討ちたい。ロードナイトモンと決着をつけたい。どうか私に力を貸してください。ありがとう。私たちならきっと。やりましたね。無理しちゃダメだよ。ごめんなさい。仕方なかったの。私たちならきっと。はあ、やりましたね。行くぞみんな。私たちならきっと。
い。待ちわびたぞ。ロードナイトモン、もう逃がさない。逃げる？私が？思い違いも甚だしいな、人間。私はむしろ貴様らの来訪を歓迎している。目障りなゴミがきれいさっぱり片付くのだからな。私はお前を許さない。父を殺したお前を絶対に。私とて初めから貴様の父親を殺そうとしていたわけではない。ただあの女の意識が血を這い渦巻き、己が身をも焼き尽くさんとする打滑がごとき黒煙、岸辺の野心、欲望、嫉妬、その劇場が私の意識に影響を及ぼしたのだ。人間が我らデジモンにとっていかに危険な存在であるか。それではリエさんが抱いていた父への殺意があなたを変えてしまったと？ん？しかし、あの女の感情はそう悪いものでもない。貴様らのような脆弱な人間を蹂躙する時の優越感、精神が崩壊する時の断末魔、そのすべてが私を高ぶらせ狂気させてくれるのだから。私にこの感情を与えたのは貴様ら人間。罪深いのは私か、それとも人間か、どちらだ？エデン症候群を広めたのもお前の仕業なの？半分正解といったところか。私はただイーターをコントロールしただけ。結果として広まったことは福音ではあるが目的ではない。だがかの罪の烙印の蔓延について私を責めようとは実に人間らしい。アングロドン、無知もお前たる修行だ。世界に破滅を導いた現在は、現況は貴様ら自身であるというのに。何を言って。8年前だ、上白優吾、上白優子、白峰ノキア、真田新、そして貴様。
貴様らは8年前デジタルワールドにやってきたとてつもない最悪を引き連れて。現在最悪、どういうこと？私たちがデジタルワールドへ。そんなこと覚えてない。記憶にない。記憶にない。もしかして私たちも記憶を奪われた？山科さんのように。それに8年前兄さんがエデン症候群になった。エデンのベータテスト参加した子供たち5人。それってようやく思い立ったか。だがもはや貴様らに過去も真実も無意味。貴様らの明日は変わらぬ。絶望と共に滅ぶ運命は変えられぬ。それが貴様らの歩む唯一の道だ。真実の嫌味を知り泣き叫ぶがいい。やりましたね。なあ、大丈夫か？お前。
お前ら勝手に行動するなよ。年上の俺の言うことちゃんと聞けよな。はーい。さあもっと奥行こう。エデンはすっごく広いんだ。いろんなところに行ってみよう。もちろん僕たちはずっと一緒だよ。ずっとずっとここにいようぜ。なあいいだろ。あれなんだろう。